笠岡市。笠岡市は、岡山県南西部に位置する市。瀬戸内海沿岸にある港町と、大正31の島々からなる、笠岡諸島を含む伊笠地方の中核都市である。市域は、旧日中国に含まれ、中世には、原平合戦にも参加した須山市が本拠を置いた。また、村上水軍の支配地で、現在のほとんどの市域は、江戸時代初期は、 ビンゴ福山半寮、江戸時代中、後期は幕府大官書が置かれた幕府直轄地であった。現在は広島県福山市に隣接し、生活圏としては福山都市圏の一部である。市の南部は瀬戸内海に面し、笠岡湾が入り込んでいる。沿岸部はカブトガニ繁殖地として国の天然記念物に指定されており、生息地の保全などを通して、 保護に力を入れている。また、河野島より南に笠岡諸島があり、六島は岡山県最南端である。地域には、丘陵地が多く平坦な土地が少ないため、農地を確保するために古くは、江戸時代より、貧乏福山藩によって、吉浜、大島地区など大規模な干拓が行われる。戦後、市の南東部、富岡湾干拓や、南西部、 カサオカ湾干拓も行われ、特に、カサオカ湾干拓地は、国営事業で、カサオカ諸島の一番本土寄りであった、上島までのカサオカ湾を大規模に干拓し、1966年に、始まり1989年に完成した。カサオカ1名山は、カサオカ1名山探求会、現、カサオカ1名山登ろう会が1999年、平成11年に、 標高、山の歴史、山頂からの眺望、登山道の有無等を基準として選定した山である。名称には十名山と関するが、実際には十四つの山が選ばれている。笠岡は天然の良質な港町を持ち、中世より中国地方山間部への街道も整い、特に現在の小原市東条町、高橋市川上町、成和町との物流で大いに栄えた。 戦国時代には、津山市や村上水軍の所領となった。1963年、昭和38年頃、笠岡市に編入されていた白見村の旧茂平村、1889年田、に村と共に白見村設立が、笠岡市、岡山県より分離、福山市、広島県との古試験合併を模索した騒動。旧模平村地区は、当時より地理的、 地区が隣接する社会的多くの住民の親戚等が福山市に居住及び福山市出身の住民が多いにより福山市との結びつきが特に強い地域であった。そのため以前より幾度かの合併案はあった。また当時は笠岡湾管宅地の完成前であり、当地区から陸路で笠岡市中心部へアクセスするためには内陸部を経由する。 大回りルートを取る必要があ。1961年日本交換、現、JFE スチールの世界最大規模の新工場が、モヘ村地区、広島県深谷津郡深谷津町、福山市沖へ進出することが決定。それに伴い1962年深谷津郡、深谷津町が、福山市と合併、モヘ村地区が、福山市と隣接するようになる。当時、 福山市は、経済面、人口面の規模が拡大、松永市との合併による、大規模な市の誕生も見込まれてた。さらに1963年も岡山県分郡、日清町福浦が強い住民運動の末兵五県、赤市と合併、編入。このような状況に刺激を受けた住民が1962年、五より大規模な合併運動を開始。当時広島県議会議員。 中川博士、後、福山市長に就任賛同の下福山市議会議員数人の賛同も得た。また、白見村内で、旧茂平村地区と同じ境遇の旧用の江村地区も、福山市との合併に賛同し、共同で運動を始めた。そして1963年旧茂平村地区、旧用の江村地区合命で、福山市に合併勘願書を提出した。 福山市に合併嘆願書が提出されると、岡山県議会、笠岡市議会からの反対運動が起こる。また、翌年、1964年岡山県知事に、地元出身の加藤武則が就任すると、知事も合併運動に反対し、騒動は終結する。上水道は、倉敷市を流れる高橋川から、洞水、浄化し、市内に排水している。 2015年3月末時点における市内の下水道普及率は56.2%、そのうち接続率は87.8%となっている。笠岡運動公園岡山県西部総合運動公園その他施設、南西部のモビラ地区に産業団地があり、工業、流通関係企業集積が進む。またその南側埋め立て地には、 JFE スチール、西日本製鉄所福山地区の工場が立地する。市内の島所部で最大の面積を持つ北木島では採石が盛んであった。産出された石は安国神社や大阪城で使われた。また、真鍋島では柿の栽培が盛んで、かつては女中肉が主要栽培品目となっていた。地域の大半が丘陵地にあるため、 比較的出力の小さい中継局が多数設置されている。ここでは受信可能世帯数が最も多い笠岡中継局、塚野丸山山町、各局とも垂直変化のチャンネルを記した。一部の地域で受信可能。笠岡市は西に隣接する広島県福山市を中心とするビンゴ都市圏に含まれ、都市雇用圏の定義では、 福山市の10%通勤圏に当たるなど深い交流関係を持つ。両市は消防救急、消防車、救急車の相互出動など、や、図書館、笠岡市立図書館と福山市図書館との間の相互、貸出協定などで連携している。また、笠岡市、茂平地区は、福山市立、野の浜小学校の通学区域に含まれており、同地区の児童は、 古試通学している。なお、蒸気以外に、笠岡市と茨城、矢賀芸町、福山市神鍋町とを結ぶ笠鉄道の、私鉄路線が1913年、大正2年から1971年、昭和46年まで存在した。笠岡諸島を、笠岡港、山陽気線乗り場から、客船、高速船で結んでいる。北、木島、白石島へ、 自動車等、車両を利用する場合は新笠岡港、福越港から出港するフェリーへ乗船する必要がある。蒸気以外にも、国道2号沿いには、有名飲食店や電気、衣料品店、自動車販売店など、新規出店を含め多く出店している。また、笠岡駅前周辺は、旅館や居酒屋、スナック等が集中している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。